最近、うん、ダイエットに取り組む気力がなくなってきたなという方へ、私からあなたにとって有益なアドバイスをお伝えしていきたいと思います。美腸活専門家佐藤澄香です。もうせっかくしていたダイエットももう止まっちゃったとかですね、そんなことが重なって私ってダメだなって落ち込んだりしていませんか？そんなあなたへ結論からお伝えしますね。そんなにくよくよ悩まなくても大丈夫ですということなんです。で、なぜ大丈夫ですと言えるかというですね、このお話を今から3つのステップでお伝えしていきたいと思います。では1つ目です。気力がそもそもなぜ出ないのかという理由について。2つ目、ではどうしたらいいのっていうその具体的な解決策。そして3つ目、その解決策を踏まえた上でのマインドセットしたあなたのその今後の過ごし方についてですね、詳しくお伝えしていきますので、最後までどうぞ楽しみにご覧くださいね。で、この動画の一番最後で、私個人的なですね、チャットコーナーということで、スニカ先生のおしゃべりタイムですよね。そこで皆様とちょっとですね、いろんな情報をシェアできたらいいなと思っていますので、お楽しみにされててくださいね。ではここから本題に入っていきましょう。まず、記録が出ない理由ですね、3つあります。1つ目、そもそもそのあなたがなぜその記録が出ないのかというのは、あなたの意志が弱いからではないんです。安心してくださいね。私もそう、あなたのような状態になっていることがありました。すごくよく分かります。で、それはですね、なぜかというと、1つ目、あなたの体内の中でセロトニンという、別名幸せホルモンが明らかにその不足してきている可能性がありますよということなんです。で、これはなぜかと言いますと、このセロトニンがですね、ちゃんと体内で作ることができないと、その精神的にこう不安定にこうなってしまうんですよね。特に女性は男性と比べてこのセロトニンが作る力が弱いと言われてますから、私たち女性は特に気をつけないといけないわけです。そして2つ目です。このセロトニンが日中うまく作れないとどうなるか。この溜めたセロトニンが本当はですね、ちゃんと作れていらっしゃる方は夜にメラトニンというそのホルモンに変わって、で、これが何かと言いますと睡眠導入ホルモンなんですね。要はぐっすり眠れるためのホルモンがちゃんとこう出せるわけなんですよ。ですからもうパターンとこう寝ることができるのに対して、なかなかこう眠りが浅い方、寝てるけど疲れが取れていない方っていうのは、このメラトニンが不足、してしまっているからなんです。いかがですか？ここつながっているんですよね。で、結果3つ目です。よく眠れない方、もしくはデブ菌といわれる、悪玉菌が多い腸内環境の方というのは、腸内環境ですね、こうどんどん悪化していってしまうんですよね。特にその睡眠がちゃんと取れてない方っていうのは、腸がちゃんと、夜しっかり動くわけですから、腸が動かないと、体がきつくなってしんどくなってやる気も出なくてが、こう毎朝毎朝繰り返されるわけです。プラス腸内環境も悪い方もそうです。そうなるともういよいよ記憶が出なくなってしまうんですよね。で、プラスこのセロトニンというのはどうやって作っているかというと、日光を浴びることで作ることができるわけなんですね。食べ物でも作れますけれども、ですから、実は昨日ですね、私が住んでいる大分県別府市、梅雨明けしたんですけれども、それまではもううつうつこうジメジメなんと言いますか、こう日照不足の日が続いていて、やっぱりそういう時って私の整体サロンにお越しのクライアントの方々もすっごく体調不良なんですね。やっぱ日光不足、日照不足になるとこのセロトニンがうまくできなくって、もう先生しんどかった、きついって、整体の施術にね、いらして、いらっしゃるわけなんですね。ですから、セロトニンというのは日光を浴びれば、いいんですよということ。要は日光不足によってセロトニンが、できていないということなんですね。で、プラスこのセロトニンというのはどこにいると思いますか？全体の約9割が腸管にいるんですよ。ですから腸内環境が悪いとセロトニンがうまくできないから、うつうつと。ですから、余談ですけども、うつ病の方はこのセロトニンが明らかに少ないというデータが出ています。それぐらいすごく、密接にあなたの気力、やる気と
関係しているということなんですね。じゃあ以上3つの理由が分かりましたね。じゃあどうしたらセロトニンってしっかり作ることができて、しっかりその結果眠れて腸内環境良くなって、ダイエットにまたこうやる気がね湧いたり、続けることができたり、もう何に対してもこうチャレンジできるのかなって、そんな風になったら嬉しいですよね。そこで実際の解決策に入ります。方法です。先ほど少しお話ししましたが、もうまずは日光を浴びましょうということです。日光を浴びたらセロトニンができるわけですから、これからも梅雨も明けましたし、ただ、逆に暑い季節続くと、逆にそのもうあまりにも日差しが強すぎて出ないってこともありますよね。ですからここで私がしている、まあ、アドバイスなんですけれども、朝一番の朝日をまず浴びてください。私も毎朝浴びてるんですよ。もう玄関のドアバーッと開けてですね、朝日を浴びること、それができない方は、まあ、できれば午前中に15分ぐらいお散歩するのもいいです。お日様、お天道様の光をこうさんさんと浴びてお散歩してみてください。そうすればあなたのお体の中でセロトニンがちゃんとできますから。すると気持ちも楽になります。大丈夫ですか？では2つ目、腸内環境を整えましょうですね。こちらもまた別の動画で、私微腸活専門そのチャンネルを作ってご提供しておりますので、他の動画もご覧くださいね。腸内環境の作り方はまた別動画でご案内しています。とにかくですね、腸内環境が整うとあなたは自然と痩せ体質へと生まれ変わることができますから、ここ絶対ポイントですよ。では3つ目、タンパク質を摂りましょう、プラス適量の夜の糖質を摂ることも必要ですよということです。これは何かと言いますと、先ほどの幸せホルモンですね、セロトニンを作るためにはその材料が必要ですよね。日光を浴びるのもいいんですが、プラスタンパク質に含まれているアミノ酸が材料なわけです。ですからタンパク質しっかりとってくださいねということ。でプラスここはですね、ダイエット中の方は夜の糖質カットを取り組む方も多いと思うんですね。で私も実際毎日糖質取ることないんですよね。時々お米夜食べるんですけれども、その時もやっぱり娘の幼稚園時代のですね、子供茶碗が大切にとってあるんですけども、その子供茶碗に、半分の量ぐらいかな、それぐらい玄米ご飯美味しく食べることもあります。で私はぐっすり眠れるからいいんですけれども、例えば今あなたがもしダイエット中で、そう寝れてない、すごく睡眠の質が悪い場合は、ちょっとだけ夜糖質取られてください。子供茶碗の半分ぐらい。そうするとその糖質がやっぱりその睡眠導入剤になるそのメラトニンが作るそのエネルギーになりますから、ちょっとやっぱりですね、睡眠不足、睡眠の質が悪いとダイエット効果もですね、もうガクッと落ちますから、もうまずはそのあなたの睡眠の質を確保して、安定したら夜の糖質ね、カットしてもいいと思うんですけれども、もしも眠れない方はちょっと糖質取ってみてくださいね。以上が解決策です。ではこちらステップ3に入りましょう。マインドセットをした過ごし方に入ります。こちら以上の解決策を踏まえて、じゃあ日々どうやって過ごしたらいいのっていうことですね。まずですね、ダメだダメだ私できてないって、ね、言わないことです。でも思っちゃいますよね。わかります、私もそうです。でもそのままですね、その感情に流されていくと、もうどんどん負のスパイラルに入っててしまって、いつまでたってもやる気って起こらないですね。じゃあどうしたらいいか、プラスの言葉を声に出して言ってしまいましょうってことなんです。これは私もしているんですけれども、その先ほど朝日を浴びると言いましたね。玄関ドアを開けて朝ですね、一番に起きたらもうまっすぐに玄関に行くんです。そしてお日様の光を浴びながら声に出して、私は今日も一日元気です、お素敵なクライアントの方にたくさん今日も一日出会うことができて、お役に立てて、私は今日も一日本当になんて素敵な日をですね過ごすことができたでしょうか、ありがとうございますって。とにかくですね、こんなこともうありとあらゆることですね、これだけじゃないです、いっぱいいます欲張りなんです、もういっぱいいます。もうあんなことができてる、こんなことができてる、こんなに素敵だったって声に出して言ってしまうんですね。例えばあなたですね、私はこんなにやる気があって綺麗に痩せていくことができました、ありがとうございますって思えなくてもいいから言葉に出して言ってみてくださいね。そうすると、脳科学的にも証明されているんですけども、脳が、あ、そうなんだって思うんですよ。そうすると物事が本当にね、好転していくんですね。
で、なぜこんなことを言えるかというと、私がそうだからです。では次2つ目、解決策お伝えしましたね。先ほどのこちら、日光を浴びて腸内環境を良くしてタンパク質を取りましょうです。これをとにかく続けてみてください。2週間ぐらい。そうするとあなただんだんですね、なんかやる気出てきた、元気になってきたってなってきますから、まずはコツコツ続けてくださいねということで、3つ目、日光を浴びて軽い運動をしてくださいということです。これも先ほどの解決策につながるところですよね。これをまずはですね、もうご自分マインドを変えていただいて、続けるぞって行動に移してくださいねということです。さあではこの動画のまとめのお話と、最後に私とのチャットコーナー、おしゃべりコーナーをしたいと思います。本日の動画のまとめです。1、まずはやる気が出ない、私ダメだ、そんなあなたは日光を浴びれば大丈夫なんですよ。何にもあなたは悪いことない。そうなんです、あなたが悪いわけじゃないんです。セロトニンができてないだけですから、日光を浴びれば大丈夫ですよっていうこと、そしてプラス腸内環境を整えることが大事でしたよね。なぜかというと、その幸せホルモンの9割が腸内、腸管にいるからなんです。そして3つ目、その幸せホルモンを作る元を取りましょうです。タンパク質でしたね。これをしっかり朝昼晩ですね、手のひらサイズぐらい、この量ぐらいを取ってみてください。女性って特にタンパク質不足なんですよ。ですからとにかくここしっかり取ってみてくださいねということでした。さあいかがだったでしょうか。以上で、今回の動画のお話はおしまいということになります。でさてここからですね、私の、チャットコーナーですね、私の、ちょっとした雑談聞いていただければなと思います。実はですね、このコロナ自粛ステイホームで、もうここもう 3,4 ヶ月家族とですね、外にこう出かけることって本当に自粛していてしてなかったんですね。ところが私の、かわいい一人娘、今高校2年生ですの娘が、こそうとですね、雑誌にこう載っていた浴衣が当たりますっていうその応募をですね、はがきでしてたんですよね。なんと全国でその、数名しかいない中で当たったんですよ。浴衣が、可愛い浴衣がもらえるって分かって、そのお店までですね、もう急いで、もう学校終わってその急いでですね、夕方その駆け込んで浴衣取りに行ったんですよね。久しぶりに、私の娘こう洋服おしゃれが大好きなので、もうこうキラキラ輝いてですね、わあどれにしようかなって、その選べる浴衣だったので、浴衣をこう選ぶ姿を見てたら、もう本当涙が出そうになって、よかったねってこう、学校も行けずですね、こうずっと本当数ヶ月間頑張ってたな。でその学校が行けだして もう課題の量、宿題が多くてですね、もう本当に大変だなってこう、そばから見てたんですけど、こう久しぶりにこう娘がこう生き生きする姿が見れて、本当にもう主人もですね、一緒にいたんですけれども、こうジーンってこう幸せ実感できた瞬間だったんですね。そしてその帰りにですね、もう久しぶりに外食しよっかってなったんですよ。もう時間も遅いしって。で浜カツってご存知ですか、とんかつ屋さんですね。途中帰り道にとんかつ屋さんがあったので、もうがっつりとんかつ定食をですね、私食べたんですよね。家族とみんなで美味しい美味しいって言いながらですね、ほんと幸せで、でこんな話をするとですね、私の整体サロンにお越しのクライアントの方なんかは、先生もほんとこう微腸活の専門家で、もう体にいいものしかこう食べてないでしょうから、外食なんかしないんでしょうって、お菓子も食べないんでしょうって言われるんですけど、全くそんなことないんですよ。ないです。もちろん特別な時はもうがっつりとですね、いただきますし、お菓子もですね、クライアントさん大好きな素敵なクライアントさんばっかりなんですよ。でやっぱりですね、先生どうぞってお菓子くださる方いらっしゃるんですよね。ありがとうございますって美味しく食べますよ。食べます、美味しいって食べます。ただその後私はリセットする方法を知ってるので、さっとリセットすると、このように健康でいろんなことがこうチャレンジできる、そしてこの体型を維持できることができているわけなんですね。
ですから、あの私どもの腸活の取り組みご興味おありの方は詳細欄に LINE のリンクを貼っておりますので、もうぜひぜひどんなことでもいいんですよ、先生って普段どんな風にしてるんですかとかですね、そういったコメントもどんどんいただいていますので、ご登録後直接私まで遠慮なくおっしゃってくださいね。さあいかがだったでしょうか、今回の動画のお話皆様のお役に立てていたらとっても嬉しいです。また、この動画役に立ったなと思っていただけましたら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。